はい、ジャズポピュラーピアノアドリブ練習コースナンバー10ということですね。だんだん佳境に入ってるんですが、ここいらでちゃんとメジャーキーの方もちゃんと習得してないととてもじゃないけどできないという内容に入ってきました。ご覧の通りマイナーキー1マイナー7、6度マイナー7マイナス5、2度マイナー7マイナス5の5度7。一般的に一番使われる形ですね。1625としては、一番使われる形になってます。まずですね、上から映してください。はい、Am7 はね C6 と同じポジションなんですが、次の Fm7 のフラットマイナス5の11、これ D7 と同じですよね。D7 の9、13ですね。これと同じです。で、次の Bm7 マイナス5っていうのが G7 と同じです。まあ汎用形ですよね。で、E7 という形でね。で、今回はその。でもいいんですけど、まあ、先に言いますけど開始音変えるってあの技やります。で、西がじゃあできるかって言ったらできません。まだ僕もやってる最中です。もう最初にそのやってる、まあこれだけでも十分ですけど、これ1ページ目全部弾いてんだけど、最初は左手を覚えるために右手なしで練習してるんですけど、つけられたらこの基本的なブルーノテキサトニックでやることをお勧めします。ね、右手同じことを繰り返すから左手に集中できるでしょ。これが1ページ目になるわけですよね。で、まあ PDF で言うと2ページ目に当たるんですね。次 E フラットマイナーで黒鍵中心になると、黒鍵中心の指使いになってくるっていうか、狭いところで頑張ってねって話なんです。普通は白鍵中心だから小指とか薬指とかでこのまあその黒鍵を処理するんですけど、ここを普通に親指だ人差し指だいろいろ使ってやることを、まず慣れることを念頭に置いていく。そんだけ難易度高いんです。で、次 G シャープマイナーでもいいんですけど、 A フラットマイナーでマイナーキーを記述しました。その方が覚えやすいから。C シャープマイナーからですね。で、覚えづらいのは A シャープマイナー7マイナス5の11が覚えづらいですね。うん、はい、次 F シャープマイナー。練習方法を今言ってるんですよ。右手がに神経配らないように1個覚えたら、右手は同じパターンの繰り返し、左手だけ覚える。で、2ポジションがあるところもあります。ね、全キーっていうのはこうやって大変なんですけどね、嫌でもやっといた方がいいんですよ。もう一つ、で、これ低い方のポジションはローインターバルリミットが、まあ、A を基準にしたキーのスケールでできてるって思ってください。何のことか分かんない人は鵜呑みにしてこれをやっててください。よく分かってる人は通常は B フラットや F のキーや E フラットのキーを基準にできてるんですけど、半音下がったローインターバルリミットで設定してます。簡単です。
長年使っているピアノがなぜ最低音が A から始まっているかということです。倍音の響きが濁ってくるようではいけないので、これより下は作んないのが通常です。ベーゼンドルフは別ですけど、だからちょっと濁った音がするのを厚みと捉える人と、いや汚いと捉える人に分かれますが、それとローインターバルリミットっていうのは管楽器のアレンジをするときにフラットキーのものが多いんで、それより半音下のシャープキーのものを使うと大してならないから割愛されたと考えられる方が正当でしょう。じゃあ通常画面にしてください。はい、というふうにですね、まあ、これ一個ずつこう左手書いてありますから、それで右手をあれを足して練習するで、マイナスワンカラオケ使えばいいですからね。追い込まれた方が練習になりますから、ただまあ A マイナーだけで弾いてみると、でじゃあまあそのままの画面でいいですよ。あとは下がる。まずこれで全部のキーを練習することをお勧めします。ただ全キーはもうさすがに辛いよって人は、せめてフラットキーやっとくと、セッションでウっていうコードが出てくる以外は全て対応できます。だいたいウっていうコードが出てくるのがシャープキーです。それと裏技を使うときに、どうしても簡単なキーが難しいキーを使うことによってかっこよくなるっていう理屈を一応覚えておいていただくと、やっててよかったと後で思うことしきりでございます。できるだけ難しいキーにチャレンジしてみることをお勧めいたします。はい、ちょっと休憩。